今まで食べたパンの枚数覚えてますか？どうも、サウマンです、今回の動画は第35回最強決定戦、オールスター最強決定戦の実況動画ですね。最強戦恒例に、なってまいりました、この動画ですね。最強戦を最上位で戦う私たちがね、どんな思考でオーダーや先発を組んだり変えたりしてるかっていうのをね、余すところなくお伝えするという趣旨なんですけども、今回もしっかりね、最終日まで、前節お伝えしたいと思います。で、現在ですね、18日月曜日、最強決定戦開始当日の朝6時半なんですけども、あと2時間半でね、最強決定戦始まるっていうのに、実はまだね、オーダーが未完成でして、で、今からね、生放送で称号をやって、オーダーを完成させてからエントリーをしようと思ってます。で、おそらくね、その生放送は、アーカイブ残ってると思いますんで、よかったら見てみてもらえればと思います。で、まあ、ちょっとね、ギリギリで時間ないので、とりあえず生放送してね、戻ってきます。はい、ただいまですね、オーダー作る生放送が終わりましてですね、はい、あと、50秒で最強決定戦開始でございます。はい。オーダーはですね、はい。こちらですね。皆さん、生放送見ていただいた方はわかると思うんですけども、まあ、打者はもちろん、ミート8人、パワー8人、ミート A8 人、パワー A8 人で、まあ、これ、投手の方は、9位請求8人、で、9位請求 A8 人っていう感じで、コンボが、はい、97,600、まあ、スピリッツ97,690、ちょっと死者をですね、まだあと4人付け終わってないので、これちょっと、まあ、この回がね、進んでいくごとに、4人付けて、最終的には97,810、で、コンボが9656、っていう形で、最初はやっていくんですけども、これコンボ型のオーダーっていうのが、もう一つあるので、それはですね、また、完成した時にちょっと切り替え、完成多分すぐするんですけど、完成した時にちょっとまた、オーダー、こっちとどっちがいいかっていうところを悩むシーンをですね、またちょっと、撮りたいと思うので、これはまた回が進んでいった時にということで。で、はい。9時になりましたね。9時になったので、まあ、マッチングが、今からなされるところで、これ、まあ、9時5分から9時10分ぐらい、で、初日の第一節はですね、9時5分から9時10分ぐらいの間に、マッチングが決まって相手が出てくるので、出てきたらまた、対戦相手ね、に合わせて、先発組み替えるというところをちょっとまたお見せできればなと思いますので、一旦、9時5分10分まで早送り。はい。はい。今、マッチングがですね、出ました。はい。ちょっとね、もうここ時間はないんで、まあ、現在9時4分なんですけど、はい。すぐにね、相手を簡単にちょっと判断して、さっとね、オーダーを変えていこうと思うんですが、ちょっとヒロタイガーさんの注文をちょっと、ヌワイスさん、ヒロタイガーさんにエース当てて、まあ、ここはちょっとさすがに、お相手もね、さほど、まだ強くはないので、まあ、今回エースがですね、田中のマー君かな、うん。で、まあ、次が、まあ、柳さん。で、次が、まあ、エース田中マー君、次柳さん、次、大野選手で、次菅野選手っていう感じになるんですけど、ちょっとね、この田中マー君とかもね、本当は、今、9位請求しか出てないんで、日の玉、魂の投球つけたりとかね、柳選手は、技巧派に変えたりとか、菅野選手は、日の玉ボールに変えたりとかする必要あるんですけど、うん、ちょっとまあ、今、5番手で今の選手ね。まあ、そんな感じで、ちょっとね、マイナーチェンジは後でする必要あるんですけど、まあ、一旦、エースは、今、現段階でのエースは、マー君、柳、大野、菅野っていう、はい、順番でございます。で、マー君、まず、なんか、ちょっと、うん、特にいじってなかったけど、大体その通りになってるっていうか、偶然に、うん、偶然変えなくて済む。はい、まあ、こんな感じで、まあ、お相手にはですね、まあ、ちょっともう、ここ皆さんコンボも出てないんで、とりあえず一旦スピリッツ順で、うん、当てさせてもらいました。はい。まあ、ちょっとね、まだ称号が全然決まりきてない状態で今、出てしまっているので、ここをちょっと、はい、がっちり作り直して、
はい。そうですね。まあ、今日中にね、これ作り直して、2節、3節、4節とね、ちょっと強化したポイントは、つどつどお伝えしますんで、はい、ちょっと、証拠つけるの頑張っていきたいと思います。引き分け？マジ？何が起きたの？危な。しかも負けすんじゃん。は？何？どういうこと？危な。いや、9回ツーアウトまでいってるやん。危ね、何これ。びっくりだね。これはびっくり。コンボは？嘘でしょ、これ。いや。スピン2000いくつとコンボ1600ぐらい違うぜ。引き分けちゃうんだ。まあ、毎度ね、引き分けの数が最後にね、影響するからいいっちゃいいんだけど。なるほど。まさかの9万円スタートですよ。びっくりするわ。いや、びっくりだな。ちょっとね、分析。もう分析とかいうレベルじゃないですよね、もうこれは。はい。はい、ということで、分析終わりました。はい、まあ、2番手、3番手、5番手、4番手、1番手ですね。はい。ちょっといきなり、衝撃の引き分けでビビってるんですけど、まあ、次はさらにそうですね、スピーコンボともに低い方々なんで、まあ、オーダー見るまでもなく、そんな詳細に分析するまでもなく、とは思ってるけど、若干ね、純正の方気になりますけど、まあ、さすがにね、スピ5000も離れたら大丈夫だろうって感じですけど。はい、まあちょっとね、今、急ピッチで、オーダーも強化に向けてちょっとやってますんで、はい、次の節までに何かしら、次の節ね、終わりぐらいかな、多分。次14時の節なんですけど、ここ、今現在11時で、残りの3時間までにちょっと強化が、できればしておきますということで。はい。じゃあ、14時の節いってみましょう。よし。まあ、当たり前だけど、おお、1点差あるやん。お、1点差2000もあるよ。もうまた特殊って、危ねえ。何これ、どうした？いや。どういうことこれ。はぁ？なんでこうなるの？ちょっと待って。いや、相手が異様に打力が高いわけでもない。こっちも高い。何？なんでこんな。いや、違うか。打力じゃねえ。相手の投手力か。いや、宮城くんはいけるだろう。いや、こっちもひどいなぁ。まあ、コンボ負けとかもう関係ないレベルだよ、差あるけどなぁ。どうしたこれ。いや、すげぇ怖え。なんでこんな1点差なんかに。いやぁ、まあ、しょうがないか。まあいいや。つまり分析の前にですね、はい、オーダーが、はい、まあ、ほとんど、スピリッツはですね、前お話ししてた、はい、朝お話ししてたように、97,810、で、コンボは9656になりました。でね、ここからちょっとスピリッツ100ちょっとぐらい下げて、コンボをね、9776かなに、まあ、コンボ120上げる、オーダーも組めるんですけど、そっちにするかどうかっていうところで、今ちょっと悩みどころっていうのと、ここのね、阿部選手を、処理の姿勢じゃなくて、まあ、ミートパワー同値、例えば稲妻だったりとか、バズカくっつけて、その代わり坂本選手、ここの坂本選手を、
この、松井和夫さん、これに、変えるっていう方法があって、まあ、こうすると、まあ、スタメンのミートパワーが8伸びるので、まあ、ここを、そうですね、これをちょっと、組み替えを行うかどうかっていうところなんですけど、まあ、今はまだ序盤なんでね、まあ、スピオシ、一旦その、死者の数重視でもいいんですけど、まあ、でも、安倍さん、ミートパワーどっちになり次第、松井さんに変えようかなと思ってます。はい。で、まあ、オーダーはここまで進化、しました。はい。で、まあ、もう、ここからはですね、ちょっと、まあ、マイナーチェンジ。まあ、柳選手はこれ、全動値である必要がないので、これを技巧をつけて、8-4、8-4、8-3にするとか、菅野選手、これも全動値である必要がないので、日の玉ボールつけて、8-3、8-3、8-2にするとか、まあ、あとは、これ田中選手ですね。これも全動値である必要が今ないので、魂の投球つけて8-5、8-5、8-4にするとかね。そういうマイナーチェンジをちょっとこの後、すぐに行っていきたいと思うんですけど、まあ、標準できるかな、どうだろう。まあ、これまたね、夕方生放送でこれやっていくんですけど、はい。まあ、ということで、まあ、一旦ね、まあ、完成しました。で、19時の回からこのオーダーでいきますよっていうところで、ちょっと分析をね、していきたい。はい、お、意外、お、もう結構93,000。94,000。はいはい。なるほど。94,900。なるほどね。95,000。94,063。94,063。まあ、ここは、そうね。さあ。なるほど。はい、ということでね、まあ、簡単に分析を終わらせて、4番手、3番手、1番手、5番手、2番手。はい、まあ、ちょっとね、まあまあ、スピリッツァーも、まあ、3000差ぐらいに詰まってきたんですけども、まあ、3000差から4000差ぐらいですかね。まあ、まだ負けるとこではさすがにないんで、コンボも、こちらの方が全然上なので、まあ、まださすがにねってとこなんですけど、ちょっともう、初節で引き分けたのと、今回も1点差が2回もあって、何やら不穏すぎる空気です。はい。ちょっとまあ、次の節までにね、また、この先ほど話した打力の部分だったりとか、投手のね、先発投手のちょっとステータスいじりとかですね、まあ、治ったら治ったで、その都度、ご報告しながら進めていきたいと思います。はい。では、19時の回に行ってみよう。よし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 。いやいや、待って。なんで1点差が2つもあんの？怖い。怖いんだけど。どういうこと？大野又吉、山口哲也大勢、藤波高梨奥川、いやいやいや、もうちょっと取れるでしょ、点。え？おお、最終回5点取られてる。誰だよ、取られたやつ。誰だ、取られたやつ。5点も。5点。ああ、又吉で4点取られる。なるほどね。危な。なんだ、この白氷の勝利は。731。まあね。まあ、オーダーはね、ちょっとまだこの、今ですね、現在12時半なんですけども、この間にはね、ちょっと何度も照合したんですけどね、先ほどご紹介したオーダーよりはまだちょっと強化ができてないんですけど、まあちょっと初日は、せめてね、無敗で終えたい。まあ1位引き分けあるけどね。で、ちょっとじゃあ、ちょっとね、はい、分析を。していきたいと思うんですけども。まあ、でも、ほどほどに、いいね。ほどほどに強くなってきましたね。なかなか、コンボは少ないけど。なるほどね。なるほど。これ難しいね。おお。
これちょっと、こうつけがたいぞ。ちょっと、中身を見ていくか。なるほど、打力がこんな感じね。むずいね。おー、打力高し。いや、よし。はい、ということでね、分析終わって、はい、5番手、4番手、3番手、2番手、1番手。ってことになりました。ちょっとね、ちょっと1時の回まで始まるまでにちょっとね、オーダー変更、オーダー強化はね、間に合わなそうなんですけど、ちょっと今ね、全力で、マイナーチェンジを進めて、はい、ステータス的なところを少し上げられるように、称号をつけてっていうところをやってるんですけど、決まったらまた、はい、すいません、ご報告をさせていただきます。はい、次、25時の回でですね、初日なんとか全勝で、全勝じゃねえ、間違えた。無敗で終わりたい。はい。と思います。はい、じゃあ次25時の回行ってみましょう。負けちゃうの負けちゃう、いやーもうまあさっきから怪しい試合ばっかりだからさ、いやー菅野さんマジか。どういう、おー、この打力に、いやいや、本も負けたからっつったって。まあでも一応、いやいやいや、違うな。全然、4番手ぐらいの、肩に負けてるな。ちょっと待って、マジで。いや、もう、初日から土をつけられるか。いや、参ったね。オーダーね、これ、1位の回が、これ終わってから、今ね、この結果が出たこの1位の回が終わった後についたんですけど、オーダーね、ちょっとだけ、ちょっとだけ強化になりました。はい。菅野選手はですね、日のタワーボールになりました。はい。1から。この菅野選手はですね、はい。死者版と、全動値があったんですけど、はい。9位請求の方もしか出てないんでね。だったら9位請求1ずつ上げてやろうと。で、はい、日のタワーボールがついて3体目を作りまして、はい、3体目の菅野さんで、はい、こう、日のタワーボールをね、作って、で、あと、この柳選手も技巧派にして、8-4、8-4、8-3、はい、で、田中選手も魂の投球にして、8-5、8-5、8-4にしようとしてるんですけど、ちょっと今まだついてないんで、また、はい、ついたらね、ちょっと強化点として、はい、で、今、現状ね、この、投手も野手も含めて、2パターンのオーダーができてるんですけど、スピリッツをね、ここから、190下げて、スピリッツ190下げて、97,620 の、最大コンボ上昇量に120プラスして9776にする、チームの組み方があるんですけど、ちょっとスピリッツ190マイナスでコンボは120プラスであんまりバランスが取れてないっていうことと、あと中継ぎがちょっとね、中継ぎのステータスが少し弱くなってしまうんで、あんまり自分的にはなしかなと思って今のところ採用してませんが、コンボバランス型の方がね、ちょっと、いいようであれば、ちょっと変えてきますっていうのと、あとはこのね、ベンチの阿部選手、さっき言いましたけど、はい、ミートパード打ちになれば、このね、坂本選手を、松井選手に変えたいと思いますと。はい。っていうところで、相手の分析に行きたいんですが、はい。結構強くなってきた。95,000。この辺でももうみんな2000差ぐらい離れてるけどな。逆にこれ、こうつけたい。
うわ、純正の方いる。むずいね、また。ああ、でもまあ、一番劣るかな。あ、でもなかなか、2000差ぐらいだから。なるほど。はいはい。お、難しいですね。お、この方が一番強いかな？そうですね。はい、ということでね、相手分析の結果なんですけども、3番手、2番手、4番手、1番手、5番手、ですね、菅野選手が、火の玉ゴールになったことで、大野選手と球威制球の合計が、逆転しました。はい、なので、菅野選手が3番手ということになってますね。はい、で、柳選手2番手、ここは球威制球、菅野選手一緒なんですけど、スタミナ1分ね、上なので、柳選手2番手ということで一応、便宜上してますと。はい。で、こういうところでちょっと戦っていきたいんですけど、全員2000ぐらいのスピリッツの差なので、きっちり勝ちたいのは山々ですけど、スピリッツ2000ぐらいだとね、たまに負けるって感じで、ちょっとまだなんかいっぱいぐらいしそうな気もしてて、ちょっと嫌な感じなんですけど、はい。とりあえず、初日はね、18勝1敗1分けで、400位かな、470位かな、はい、ちょっと、スリーダッシュとしてはちょっと、な感じですけど、ここからちょっとね、オーダーの強化を続けつつ、はい、巻き返していきたいと思いますので、はい、翌日行ってみたいと思います。翌日9時の方ですね。はい、では。